はい、ということでですね、今回はダークソウル3やっていこうと、思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速、始めていきましょう。さあ、ということで、前回から、始まった、DLC の第2弾ですね。結構ね、進んだんだよ。1回目にしたら多分、距離的にも。なので、まぁ、今回もそんな感じで、進んでいければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、早速やっていきましょう。さあ、前回の、まあ最後の方でね、ちょっとまあ道が、まあどこに行けばいいのかっていうのは大体ね、前回最後の方で、まあ分かってきたんで、それをちょっとまあ目指してね、やっていこうかなと思います。それでいきましょう。スタップなんですね。はい。魔法はこれでよくって、エストビンで回復しながら行けばいいんだよね。そうそうそう、このなんかよくわかんない、これがバーって出てきて、こう打ってくるんで、これをね、かわしながら進んでいくというのが、ここの、まあ、ステージとなっています。で、ここにもね、現れるんで、これをうまくかわしながら行くんですけども、この猛毒のね、沼地の中を突き進んで、いきます。はい。で、このアイテムを大体ほぼ取り終えて、前回終わったんで、先に言うんですね。一体で。ここはね、ここに一回ね、もう、登っていかなきゃいけないので、はい。ちょっと厳しいかなぁ。大丈夫だ。いけるかなぁ。OK、OK。で、こう下に降ります。よし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 。OK、一発で。これまして。で、まず相手ですね。これはいいとして。で、あと、そのね、何、呪術師と二人のね、あれが来るんで、像ですね。あの、呪術師像位。これで、像位と第一。まあ、距離とってはね、お互いにこれね、あの、魔術対決なんで、当たっちゃダメなんですね、これね。で、かなり食らいます。なので、で、炎カットはないんで、結構きついなぁ。ね、大発火使ってきます。回復するのか、めんどくせえ、それはめんどくさい。食らうな。
このカットがないとこれ多分ダメだな。炎だけで異様にちょっと削られていきますね。このカットはこれか、89龍門章。じゃあやりきれない気がするんですよね、やっぱり。なので接近しても切った方が早い気するんだよ。まだとにかくここをまあ、抜けていくと。降りて、あと1体は来ない。まさかの来ない。わ、全然食らうね。ラムチめっちゃ食らうわ。タイルダメージは微妙だな。食らわなきゃね、どうってことないんだけどな。あとはこうスタミナをね、持ってかれないようになるべくしないといけないんで。全然食らわないだろうな。落ちろとは、落ちろ。はい、すぐどっちも戻る。できなかった。まあでもさっきよりはね、やっぱり炎カット率上がってますんで、戦えてはいますね。まずこのね、今日の第一目標ですからね、ゾーイを倒すのは。
が2体いますね。いやー、それに気を取られた。あいつあそこにいるってことは、ゾーイもあそこまでにね、引き連れればちゃんとできるんじゃないの？あいつの攻撃もね、当たることとか。待ちましょう。ちょっとね、車で急がず行きましょう。あ、でもあいつこっち向いてないんだよな。当たんないの。当たる。いや、魔法かわされた。やつをゾーイにねやられるならまだしも、ちょっとその前にねやられるのはちょっとな。もう一回ちょっと集中していきましょう。今回すごい食らってんな。もうそこまでたどり着けないか、次は。いや、どんどんちょっと後退してるね。
ケー。よし。さあ、行こう。まずは周りの2匹を倒してから。オッケー。よし、ようやくこれでスタート。削られればきっときついですね、やっぱね。ムチが強え。まあ、そうだね。手出しはこっちの方が早いんで、なのでうまく向こうがね、技使う前にこっちの一手が入るとそうするとうまいことね、ダメージが入る感じだな。いやー、3連発、4連発までいけんな、あれ。このまずこのゾウイをね、倒すところが結構肝だな。やっぱね、似た者同士ってやっぱ難しいんだよね。あの、なんだっけ、結晶の古老とかさ、もうね、同じ魔法濃い系統だったから、そこもかなりね、苦労しましたけど。
あいつは無なんだ、あいつ向こう向いてんの。今だよ今。当たってないか。当たんないね。当たってるね。連投してくる。回復する。エストにいくつ持ってんだろうな。1個じゃないっしょ。いや、なんで？かこれはね、きついわ。久しぶりにきついね。これを使おう。激しい発汗。この激しい発汗を使うことで、おそらく炎カット率がね、上がるんで、多分あんまりそのね、炎のダメージが通んなくなると思うんですけど、直線。あいつ、こいつ横移動には強えな。縦弱いけど横に強えんだなこいつな。ああ、なるほど。あいつに対して横に移動しちゃうとガンガンぶつかっちゃうね。縦に移動してる分には当たんないんですけどね。よし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 。あー、なんでなんでそんなとこで落ちるの。よし、到着。OK。
炎にしても、あ、ここやね、ここじゃん。あ、避けるのか、頭いいなあいつ。さあ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 、ふん、タイミングがわかんねえよまだ。いい、一回、二回、一回、二回ないか。さあ、対策パズル行くのは嫌なんだよな。ほら、なんでこういう時に対策パズル行くの。行けると対策パズル行くんだよね。さあ、2本目を飲む。でな、ちょっとしてな、なんで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 。すんのこれ。落っことすのが正解かな。そうしたら、悩ましいね。ちょっとこれは、厳しいね。消費がなるべくね、エストの消費を避けたいんですけど、難しいな。あ、違った。ほい、頭に。
確かにないや。あ、落ちた。え？回復した。いる。これ俺落ちたな、多分死にはな。あいつあれで毒になってとか。どこ行くの？え？どこ行ったあいつ。え、マジで？嘘。バレてるんだに、みたい。飲んで。これ2体いいのね。あーであそこに行くんだ。えぐいなここ。ほんとね、あれだけなんとかしたいよね。どうやって倒すか、だから。ここでスタミナ切れちゃうのか。今日ほんとこれだけで終わりそう。あとあれだな、スイッチだと経過時間って出る、経過時間って出ないよねこれね。データこれ違うな。あ、解像度とかってやつだな。違う、時間って言ってないんか。なるほどね。じゃあこっちでうまいこと時間見ながらやんないといけないわけね。それもそれでちょっとまた難しいけども、あれか、とツイッター見ればわかるか。ツイッターで配信開始しましたっていうのがツイートされてると思うんで、それを見たら多分スタート時間がわかるんで、それでちょっとうまいこと見ていきましょう。今回は2体ですね。今36分ぐらいやってますね、だいたい。
こうなんかかわしていくのめんどくせえなー。はい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 、まずは君がね、はい、でゾーイ、なんで今日のまま送ったの、そこびっくりちゃったよね。何？いやー、なんで？強えな、あいつあいつ強えな。どうすよこれ。ちょっと作戦会議だな。魔法はほぼ多分関係ないよね。ほぼ。武器ので勝負かな。これが出していけるかどうか。あとはまあ防具なんだけど、まあ防具はなるべくね変えたかないんで、こんな感じですね。間違えた。届くんだあいつ。無理だな、ゾーイ倒してからじゃないとね、あれ倒すの。
さあ行きましょう。届かない。危ない。さあゾーイ、まあ嫌ですね、出が遅い。いやーきついね。どう？さあ行きましょう。まあ2体いますね。こっちがね、遅いんだよな、でかな。ちょっと炎症アップのやつつけるしかないかな、そしたら。よし、よし、ここですよ。タイミングは分かんねえんだな。最大炎がまあ4発ぐらいだってことが分かったんで、今
いやー、お互いに飲んでいく。なんで今カードを使い始めた。落ち着いて、一回落ち着いて。はい。蹴りの後かな、蹴りの後、蹴りの後。蹴りの後に、二発ずつぐらいで、入れていくとすげえいけるっす。4発来たからいける。いやー、微妙に食らっちゃった残りが。いやー、5発目ちょっと暑かったけどな、今の。いきますか。ああ、ないどこよ。これしかないよな、あとな。で、あとこれ。もう、せっこい、せっこいけども、これしかないもんねって。とにかく、今日も、ゾーイ倒したらもう、終わりでいいんじゃねっていうくらいなんだけど、もう気分的に。もうね、ボスなんじゃないかっていうぐらいね、強い。強いというか、多分もう、相性が悪いんだよね。似た者同士だから。攻撃するね、もう、そんなに。はい、だし、近づいたらね、近づいたらで、向こうもね、接近してとか、いろいろとあるんで、いや、死んだの。石別の涙今発動したよね。
動して死んだの？え？なんで今？ちょっと今のはわからん。あとまあこうやってなつけるんだろうな。本当に今日これ何にも進まないで終わっちゃうね。1時間ぐらいなんてあっという間に。いや1時間今日は増したんだったわね。これはね、やばいって。せめてね、増位だけでもさ倒してさ終わろう今日本当に。早くなったなやっぱり。全然早いっすよ。人ができんだよ、たまがよ。息ぴったしやな、もうな。ここまで来るの。よし、あいつは一人に消えた。倒したー、ゾーイ倒したー。切った、炎の奥義切った。ゾーイやったね、倒したね、すごいね。いや、やっぱりね、ないとこなんだよ時代は。やっぱないとこだな、これ最高だなマジで。旗も来た。あー、よしよしよし。あとはここを猛ダッシュで、あとは切り抜けていく。ビームが飛んできますんで避けてください。いやあ、痛いです痛いです。こっちを頼む、また飛び降りろ。オッケー、よーし、来たか、カリビーク。来たー、うわー、よし終了。本日終了です。やっぱこれだよなー。炎の奥義、どれ、炎の奥義って
わ、これ強かったな、やっぱな。もうさ、魔術師やけどさ、いいかな、これとさ、奥義とさ、回復あんま使わねえかな。したら、石別の涙だと、あ、そうか、石別の涙いけないか。ちょっと DJ だよな。うん。そう、指導教の輪とかあんま使ったことないもんね。ああ、深みの加護か。よし、終了です。本日は。ちょっと使ってみますね。炎の奥義。じゃあ、あ、これ炎の話だ。ごめん、間違えた。奥義、これ。なんか違いなと思った。いきます、炎の奥義。いやー、それ、家長戦みたいなね。かっこいい。よし。あ、そう、指導教の接客、ちょっとね。結構、まあ、スピードあるからね。どうなの？雷の方がいいのかな、これね。いつも通り。まあいいや、じゃあこれ終了です。土の塔残骸の内部に行くことができました。おっかった。最後の最後でね、無事ゾーイを倒しまして、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。いや、帰ってきたよ。ただいま、ひもりめさん。よし、ということで、ここでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまた、お会いいたしましょう。さよなら。よかったですね。YouTube なんかチャンネル、YouTube とか、もね、よかったら見ていって、できればフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。